こんにちは。進化しまくりロイヤルです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦へどうぞ。ということで新カードで何か使えるカードはないかな。そんな風に眺めていたら無駄に進化できるカードが追加されてました。ゴブリンとファイターのカードですね。名前はまだちゃんと覚えてません。とりあえず新しく追加された1コストのゴブリンは、相手の場に3体フォロワーがいて、自分の場にフォロワーがいない場合、自動進化、エフェメラみたいなカードですね。狂乱が増えている感じなので、防衛隊長からのビーターに刺さるかな？そんな希望を持ちつつ採用しています。あとは骨とファイター、また同じクラスじゃん。そのセリフが今環境にぶち刺さりしているので、実質環境メタカードです。他にも高校4ターン目とか、相手の場に3体フォロワーが並んでいた場合、スマートゴブリンを出して自動進化、その後に骨ファイターで3体進化、そんな進化回数稼ぎが可能になっています。そしてそれだけ進化すればアリスも効果が余裕で達成でき、ドローもしっかりできる、そんな寸法です。あとは前期でも使った竹積み第3号確定サーチの巻きジェネ、大見栄をキープしておくと2年進化が可能になっています。こことか本当は大見栄をキープしておくべきだったんですよね。突風受けをしておくべきでした。相手の場に3体出てくるならスマートゴブリンも輝くし、目先の処理に走っちゃったね。まあ諸説ありってことで許してください。アルバハ軸であれば多少の遅れはなんとかなります。相手が終焉2枚にアルバハ2枚とかプレイしてきたら絶望ですけど、ギリギリなんとかなります。盤面処理に困ることがないカードばっかりだし、自動進化で突進まみれですからね。ただ環境に合っているかどうか、それはわかりません。守護がめちゃくちゃ出てくるってわけでもないので、前傾重視の方が通りやすい気はしています。でも今回の軸の場合、マキシマムジェネラルのサーチが濁らなくて便利なんですよね。確定サーチ好きな私としてはいい具合です。ちょうどいい感じにサーチを邪魔しないかつ、シナジーもある、レイディエルアッパーでした。この1コストだから連携を稼ぎやすいところもいい感じです。ギリギリ第3号が間に合いました。ゴブリンが賢いおかげです。このゴブリン、数字を10まで数えられるんですって、私の場合リーサル計算で10も数えられないので、このスマートゴブリンに負けています。じゃあ2以上、スマート以下、それぐらいの立ち位置です。でも OTK デッキであれば数を数える必要もないし、何も問題ありません。レイディエルに首飾りをつけて進化で21点。これで OK です。第3号様々ですね。でもその部分がもどかしくもあって、本当はアドバンスロードを採用したいんですけど、サーチが濁ってしまうんです。難しいね。1コストフォロワーが首飾りを持ってきてくれたらありがたいんですけど、時代にお祈りするしかありません。ちょうど竹積みがローテ落ちするし、ド連携重視で組めますからね。技術的な進化ギミックも今シーズンで最後です。あとはもう双剣使いを連携20、レディエルを連携15。そこだけ変更してくれたら文句はありません。進化回数は余裕だということが分かったしね。確かこの対戦は9回くらい進化していたはず。多分ね、ちゃんと数えた記憶はありません。そもそも9まで数字を数えるのは無理な立ち位置でした。要するに私には分かりません。分かるのはなんかいっぱい進化してたな。それくらいのことだけです。そして進化軸特有の回復力というか、耐久力ですか？とりあえずそのあたりはそこそこあります。それくらいの頭です。あとは一応ノーブラを視野に入れてあったりもしますね。スマート特殊見習い、これで1体処理が可能なので、仮にノーブラ2面に弓を折る、竹積があれば4コストで面を返せるはずです。事前にバイス進化でいいんですけどね。わずかばかりの環境対策はしてあるって感じです。ということで条件は達成しているので、リーサルです。善なる者に貸し付け、知れろ。三層の加護は。やるな！見事なもんだ。レイディエル最強。ということでレイディエルが最強でした。新カードを多めに採用してるんですけど、やっぱり目新しさがあるって楽しいですね。
ゴブリンとファイターは他のクラスでも使えるし、他にも相性のいいクラスがあるかもしれません。特にマガチオエルフとかは気になってます。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。